カセドは人工衛星打ち上げ能力のあるイランのロケットである。輸送機律発射機より打ち上げられる多段式ロケット。イラン国営放送が2020年4月22日にイスラム革命防衛隊が打ち上げに成功したと報道した。公開された動画にはロケット名と思われるカセドの文字と彼を称えます。これらのものを 私たちに服従させる見方。これは私たちにはかなわなかったことですというコーランの一説が記されていた。公開動画を確認した評論家は、ロケットは未公開のものと思われ、一段目は液体、二段目は固形燃料の可能性があるとしている。また、ロケットの発射が従前のイラン宇宙機関ではなく、イスラム革命防衛隊によって行われたことも得意であり、 アメリカのマイク・ポンペオ国務長官は、イランの宇宙開発が民間によるものという説明は信頼性を失うと非難した。打ち上げは、イラン高原のカビール砂漠のシャールードミサイル発射場で行われ、事前の通知も行われなかった。米軍は、高度430キロで赤道に59.8度、傾くほぼ円形の軌道で地球を周回する2つのオブジェクトを確認したと公表。 打ち上げられた衛星と切り離されたロケット冗談と思われ、打ち上げが成功したことが確認された。イスラム革命防衛隊は打ち上げた衛星についてノルと命名し、多目的で戦略的情報収集能力を備えた軍事衛星と発表した。また、イスラム革命防衛隊の司令官であるホセイン・サラミ氏は、衛星の打ち上げを1979年4月22日に、 イスラム革命防衛隊が設立されたことを記念したものだとした。ありがとうございます。